両目視差立体視は動物やそれを模した機械が立体的な視覚を得る方法。立体感は様々な方法で得られ脳内で総合的に判断される。人など両目が前面に向いた動物が最大数百メートル以下の近距離を見るときは両目視差による両目視差立体視が最も重要である。立体視による視覚は 完全な三次元の近くではなく二次元の四角に奥行き情報を追加した2.5次元の近くである。運動しさ立体視は運動しさの大きさを手がかりとする立体視である。運動視差は目と物体の相対的な運動により発生する像の差分である。この大きさは目と物体の距離に反比例する。人は運動視差の大きさを手がかりとして 物体との距離イコール奥行きを認知する。視野変化によって複数の物体が異なる速度で動いた場合、大きく動いた物体は近く、小さく動いた物体は遠く認知される。平面に投影された映像であっても映像内の物体群が適切な速度関係で動けば、運動しさ立体子を有機私立体感を得ることができる。運動しさの差による、 立体シーグザンプルオブウィグルステリアスコーピー、s c ストリ A トインコ e クアイルランドイン1927色眼鏡を使ってみるステレオグラム立体紙の仕組みを利用すればホログラフィなどで実際に立体的な像を作り出さなくても立体的に見せることができる両目立体紙を利用し左右の目に別に用意した映像を見せるものがほとんどであるありがとうございます